本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者270ポンド天竜伝一郎。赤コーナーチャンピオン370ポンドセイバーレフリー和田光平。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、コーナーに振って、いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターから前に落とします。返してまいります。掴みます。いやらしい顔面矢のキック、組みに行きます。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。容赦のないキック攻撃です。行くのか、ロープに振って、全身全霊のファイトで今日も戦ってまいります。風雲のぼり流天竜源一郎。親子ほどに年齢の違う相手でも真っ向から叩きのめし、さらに己の年齢を冠した新必殺技53歳でノックアウトするその姿はまさに世界最強の50代であります。相手を挑発してまいります。ラフ殺法に転じます。ビッグバン級のプレスだ。肩が上がります。掴んだ、ショートレンジ式のラリアット、このポーズです。掴んだ、逆に返します。いやらしい攻めを見せてまいります。 WAR スペシャルに持ってまいります。腕をフックします。リバースで返します。抱えます、させません。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。掴みます。エンドレスな逆水平チョップであります。ラリアット左腕、おっとそのまま WAR スペシャルの体勢であります。腰を落とします。耐えます。組み合います。円錐蹴り、リング下に降ります。掴んだ、ヘッドバットを打ち込んでまいります。あー意識もおろうか、起こした、ストッピング、ハンマー気味のパンチ、組み合った、リングに戻ります。お気をつけください。Thank you.
腕をフックした。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。いけるか。強烈に叩きつける。引き起こす。掴んだ。五臓六腑に染み渡る。サンセットフリップ。ガジェット組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。見栄を切った。片エビに持ち込む。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ロープに飛ばした。リフトアップで抱え上げる。ストンピング強烈。奥歯を噛みしめた。あっと返した。ロープに逃れた。組み合った。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。ガジェット組み合った。正面から投げを見舞った。そのまま浴びせていった。ストンピングを叩き込む。のど輪か。させません。至近距離からのラリアット。強烈サンセットフリップ。容赦のない攻めだ。のど輪に捉えた。エルボーで返す。ラリアット強烈。エビに固める。カウント2つ。惜しい。引っこ抜きか。猛点2だか。抱き起こす。ものすごい電車道。あとうまく切り返した。小股に挟んだ。きたきた。パーパン。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。カウント3つ。カウント3つ入りました。まあ君は僕の憧れ。ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。山チャンネルでも見よう、僕と二人で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。